初の蘇生目的の冷凍保存となった人物。一般的に人類で初めて将来的な蘇生を目的に冷凍保存された人物とされているのは、73歳で亡くなった心理学の教授ジェームス・ベッドフォードである。彼は1967年1月12日にカリフォルニア低温保存会によってなかなか雑な状態で保存された。低温保存のコミュニティの中では、彼の冷凍保存の記念日をベッドフォードの日としてお祝いしている。この話はアポロ1号の火事で3人の宇宙飛行士の死を報道するまでライフ誌の限定版の表紙にも飾っていた。ベッドフォードの遺体は家族によって液体窒素につけられ、1982年までカリフォルニア南部で保管されていたが、その後アルコー延命財団へと移動され、今現在も大事に保管されている。冷凍保存された夫との再会。ブリッジタウンに住むマルタとヘルマーのサンドバーグ夫婦は二人仲むつまじく暮らしていたが、1994年に脳腫瘍でヘルマーが先立った。元アメリカ海軍隊員のヘルマーの希望で、彼の遺体は20万ドル約2400万をかけ冷凍保存され、デトロイトを本拠地とする低温保存協会で人間が蘇生可能になる日を待ち望んでいる。サンドバーグ夫人の方も、自分が死んだ場合は冷凍保存してもらうことに決めている。20年以上も一緒に過ごしましたが、毎日が楽しくて幸せでした。生き返ってまた二人で暮らしたいの。サンドバーグ夫人はいつの日か二人揃ってよみがえれることを望んでいる。こんな約束はしていなかったのだけれども、詐欺をしてまで自分の妻を冷凍保存させたかった夫。出資金詐欺師として訴えられた人物が、出資者のお金を個人的かつ奇妙な目的で使用していたことを検察官が明らかにした。自分の妻の体を冷凍保存するためだったのだ。マイル・オン・チェイは出資者たちに金融商品、外国為替、貴金属への投資を持ちかけ、15万ドルを集めると、2009年に死亡した彼の妻の冷凍保存のために利用した。チェイがやり取りに使っていた銀行口座はまだ見つかっていない。検察官によると、2011年に取り調べが行われている最中に、当時38歳の彼はニューヨークからペルーへ飛び立ち、それ以来行方不明となっている。掲示板への投稿がきっかけ、末期がん女性、23歳の脳神経科学を専攻している学生は末期の脳がんと診断された。そこで治療法が見つかる日が来るまで自分を冷凍保存しておくため、インターネット上で資金を募った。その努力が実り、キモスウォッチは現在冷凍保存されている。海外投稿掲示板レディット上に、残りの日々をどう過ごすかという質問を投げかけたところ、冷凍保存に関する話題が持ち上がった。そこでスウォッチはネット上で助けを求める発言を発信してみたところ、ベントゥーリズムソサエティの有志含み未来神社たちが自主活動を立ち上げ、この冷凍保存というアイデアを実現するために必要な大金を集めるのに協力してくれたそうだ。スウォッチは2013年1月17日にその生涯を閉じたが、今現在臨床的になくなった状態で保存されている。冷凍保存を望んだビットコイン先駆者。2014年、ビットコインの先駆者であるハルフィニーは、世界で最も価値の高い暗号通貨の生みの親、中本サトシの片腕となり、第二の開発者として広く知られている。彼は58歳に ALS に侵され、5年の闘病生活の後この世を去った。彼は亡くなる前、自分の遺体をアルコーで冷凍保存してほしいと希望していた。彼の遺体は現在450リットルもの液体窒素で満たされた304センチはあるタンクの中で保管されており、体内の血液やその他の体液を抜かれた状態になっている。
チャンネル登録をお願いします。ご感想をコメントにいただけると嬉しいです。